オッケー。2シールドで、こっちの足を外して遊ばせときます。で、相手が抱えてきたのと同時に深く脇の下あたりを持って下げるのと同時に腕を引きます。で、脇の下持ったら足を下げるのと同時に手を置きます。タスク組んで、で、シングルレッグ、シングルレッグここまで入られます。で、あらかじめ手を脇の下にセットしておきます。で、両足で倒してください。倒してください。で、そのまま足を上げるのと同時に倒されます。で、足を下げて、はい、で、これ、山田君もう一回いい？あの、さっきの倒れる今の立ちからのやつ。シングルの内側のタックルでも倒されたときに、この手が深く入っていれば、その手、脇の下に深く入っていれば、体を煽って起こしてバック。で、これは両方重なるんですよ。これで暴れて煽って起きて。これも煽って煽って、まずされることは僕に説明しておきたい。抱えられてれば結構この状態とかでも煽って受けちゃったりするんで、はい、下に入れて、これ浅かったらダメなんですよ。脇の下で下げるのと同時に起きる。ここで腰を組んで、あー面白かったね今。Get out, get out. You're gonna start a mount next time. I have to make that thing.